2023年コミック売上ランキング。オリコン年間コミック売上ランキング2023、トップ10。推しの子ツッチョ、10位以下やと思ったったわ。サッカーの時代来てしまったやん。ジャンプで強し。なんでスラダン？映画ブーストあったとはいえスラダン強すぎる。ブルーロックとかいう寝てる割にワンピースや呪術、スパイファミリーほどの天下取った感がない作品。アニメがしょぼすぎ。アニメブーストとかで期間が売れて年間累計が多いのと最新刊とかの売り上げが多いのとでは印象が違うってことちゃうの。関数でブーストしてるだけやからな。新刊の売り上げは30万とかだから普通に怪獣8チェンソー以下や。スラダンがえぐい。スラムダンク旧作やのに異常な売り上げやな。スラダンは紙買うしかないせいでブーストかかったんか。ジャンプ強すぎ。この中でブルーロック一番おもろいぞ、地味やけど。同じこと繰り返してるだけやん。最初好きやったけど飽きたし合わしのが今はおもろい。確かにネオエボイストリーグはつまらない。U20 戦までは神や。サンデーとチャンピオンの漫画は？フリーレンは、今季派遣じゃないの。こっからやろ。ワンピが10年連続高で1位だったのに鬼滅に抜かれてからいろんな漫画に負けるようになったな。チェンソーが推しの子に負けててさ、集計期間的にはチェンソー有利やったろ。元から割と売れてた分伸びが悪かったとか？チェンソーマンって去年の秋アニメで今の時点ではトップ10にいたんだよな。すごくね、フリーレンはいないのに。チェンソーはこの調子じゃ来年トップ10にも入らんやろな。確かに2部はくそつまんないけどそれにしても落ちすぎやろ。落下の悪魔。呪術は売り上げが倒置してきてるから来年はもっと落ちるで。去年も言ってたなそれ、芸のないことだ。つうかブルーロックすごくね、マガジンが天下取ったやんけ。通り部も一時期は天下取ってたけどな、マガジンは人気続けさせるのが下手。終盤明らかに作者のモチベなくなってたもんな。ブルーロックそんな売れてんのか。何時移民が批判とネガキャンしまくってるスパイファミリーや通り部もまだまだ売れてるのすごいな。来年はこの中に薬屋が入ってくるんやろな。マジで女に人気偏ってそう。呪術もそっち方面でかいだろうけどジジイの何時移民が大好きでスレ伸ばしまくりやし、BL ランキングとか言ってたからなこれ。女が少年青年漫画に流れてそうなランキングになってるけど、少女漫画界隈は終わってんのかなこれ。終わってる、女性向けにも面白い漫画はあるが終わってる、男向けの10万部が女性向けの3万部くらいじゃないかな。ほぼ電子に移行してよくわからん漫画が缶割りで言うと100万部クラスとかいっぱい宣伝してる。でもチェンソーマン5位か、ブルロ、推しの子に負けてるとは思わなかったわ。チェンソーマンは信者すら見捨てる内容だからしゃあない。やっぱスラムダンクが一番面白いわ。チェンソーは俺は作者の意図ちゃんとわかってるみたいな意見もあんま見なくなってきた。キングダムはまたアニメやるから来年もしれっとランキングによるんかな。キングダムは実写映画があるのが強いわ。キングダムとかいう最近全盛期ほど話聞かないけどなんだかんだ売れてるやつ。ブルーロック1000万部超えなんか。通りでめっちゃ売れてるやん。オワコンとは何だったのか。スパイ弱くね。今まだアニメやっとる分チェンソーとかブルーロックよりは有利やろ。ジャンプばっかやな。スラムダンクって電子書籍ないし。ブルーロックが最も売れとるのに推しの子チェンソーなんかを流行っとる風に仕立てた集英社のゴリ押し力やばいな。最新刊企画だと推しの子チェンソーブルロだけどな、関数が多いから1位取れただけで。来年はこのランキングのフリーレンと薬屋が入ってくるのか。今呪術のアニメ見てるけど渋谷事変編ってめっちゃおもろいやん、こっから失速すんの？渋谷終わるまでは大丈夫や。ブルーロックは配給とかグロバスみたいな腐女子ブースト入ったわ。ジャンプも玉切れだし既存作品の続編以外は厳しいな。安楽はアニメ効果ないし鬼滅とか進撃とかもう入ってないんやな。